トモヤの小部屋へようこそ。皆さんのお悩み解決、はい、ということで、はい、今回もプロお願いします。お願いします。今回はですね、お悩み解決ということでおはがきいただいてます。はい、はい、こちら、板橋区の67歳男性の方からです、うん、質問がありますと、うん、90切りのメソッドをぜひ教えてくださいっていう。ほう、90切りです。90切り、まあ、今平均なんだかは知らないですけども、うんうん、90を切るために、ね、このスタンダードなこういうことは気をつけたらいいよっていうのありますか。うんうん、90を切るってことはやっぱりショートゲームだと思います。うんうん、まあそれはもうどのスコアの人にも言えると思うんですけど、うん、やっぱり本当ショートゲームで、まあ、グリーン近くまで何だかでだいたいいけるじゃないですか。うんうん、90切りを目指すってことはある程度いった時に本当に寄せワンが何個取れるかで全然変わってくると思うので、うんうん、まあ、この番組見てくれてると、うん、90切りのメソッドはめっちゃ入ってるんですけどね。うん、全部ボギーで90じゃないですか。うんうん、だからまあすなわち僕のゴルフですよね。うん、僕アベレージ85なんで、うんうん、だからその中からパー拾っていって、うん、みたいな感じなんですよ。うん、だからもう僕の真似をすればいい、ね、クラブ選びとかあるんですか、この90切るための。例えばちょうどその90切れないとかっていう方々でよく見るのはちょっと林に入っちゃいました、うんうん、で無難に出してそっから行ったらボギー行ってもダボまでっていうシチュエーションをなんか果敢に攻めて狙っていく方がすごく多くて、うんうん、でカン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 ってやって結局上がったら8でした9でしたとかっていう方をすごくよく見るなって思ってて、そういうこうトラブルになった時にまたなんか狙っていくのがすっごい狭いとこ狙おうとされるんですよ、うん、じゃなくてもうミスはミスなんだから一打罰はもう受ける覚悟でとりあえずフェアウェイにちゃんと出してほしいなって思います、うん、そういうマネジメント、そうすると運良ければパーもあるかもしれないじゃないですか。この番組が多分問題だと思うんですよ。直球勝負だってまっすぐ行っちゃうんですね。強気に行っちゃうんですよ。なるほど、はい、そこはやっぱ申告敬遠ですね。横に出してね、出してほしい、一歩引いて。でもあるっすよね、あとマスターズとか見すぎなんですよ。タイガーとか言ってるもん。ここにはないけど上にあの通る道あるとか。だから林に入ったらなぜか上見るっすもんね。いけるかなって開いてるなあそこみたいな。あとはもうあの心の OK いるっすよね、うん、まあまあミスったけど前飛んだからいっかみたいなね。うん、そう、それもすごいあります。そしたらね、焦り、うん、次の一打が焦り変わりますもんね。そう、もう最低その、ね、コース内にあれば別に OK じゃないですか。うん、なのになんかちょっとフェアウェイ行ってても当たりが多分納得しないからか、うん、うん、みたいな、うん、いやいいとこありますよってすごい思うので、うん、そういうところはちょっともうちょっとこの番組をよく見た方がいいよね。うん、俺のねポジティブに、ね。ということで最後の一言です。90切りのメソッドはこの番組の中に隠されています。ありがとうございました。